はい、今日はね、山口県のグルメ情報ということですけど、結構離れた場所に来ております。離れた場所って言っても私の地元なんですけどね、もう一番反対側岩国からするとね、下関市の川棚温泉駅の辺なんですよね。今こちら191号線の川棚温泉駅の周辺です。ここから少し角島方面に向かって車を走らせてみようと思います。普通にナフコよね。おお、ロゴ違う。え、もう全部これに変わりようかね。はい、それでね、ちょっとすごいウニ丼があるんで、今日はそれをご紹介しようと思います。こちらですね、松栄軒ブルーライン豊浦ってとこですね。人多いでしょ。天気も良くなってね、やっぱこの辺綺麗ですね。191号線沿いです。これこれ、このね、ウニ尽くし丼、これを目指してきました。でね、10時半からスタートなんですけど、もうすぐなくなったりするんでね、早めに来たんですけど、で店内は結構いろんなものも売ってます。鮮魚とかもね、もともとそれが中心だったのかな。惣菜なんかも売ってますね。無駄ない食べきりサイズです。加工した海産物の100円均一みたいなのもやってますね。はい、席に着くことできました。お刺身定食900円、これ安い。ブルーライン定食1800円、これ天ぷらも刺身もいっぱいついて、これナンバー2のウニ尽くし丼を今日食べたいと思います。ウニ丼だと1000円なんですね。アナゴ天丼、カルビ丼、天と地丼、こんな普通のメニューもあるんですよね。焼肉ね、山口県和牛とか普通の定食もありますね。とんかつ定食、天ぷら定食とかありますね。デミグラスソースがうまいね。はい、クジラ筋煮込みとかクジラカツとかあるんですけど、まあちょっとせっかく来たんで刺身の4点盛りも頼むことにしました。うどんとかもあるんですね。海鮮丼が土日限定なんですね。でもウニを食べます今日は。お冷やもね、ちゃんとあります。うわ、次すぎた。刺身来ましたよ。生きがいいですね。これ醤油結構甘いやつですね。はい、すごいでしょ今の。一瞬だけでもウニすごい。ウニお吸い物サラダ漬物ついて、このね、新鮮なウニで1500円ですよ。やばくないですか。地醤油みたいなのにね、わさびを溶いてかけます。こんな感じになりますね。早速食べますね。もうね、ガーンとガバッといきます。いやー、もうこれ贅沢っすね。うん、うまっ。そうね、臭みがないね。はい、もうガツガツいけすぎてね、ほとんど喋らずにね、5分、刺身も入れて5分程度でね、全部食べておいてしまいました。ごちそうさまでした。綺麗に平らげましたよ。はい、ウニ尽くし丼2つと刺し盛りで3650円。キャッシュレス決済も結構使えるんですよね、いろいろ。はい、次回は山陰の方をもっと進んでって角島の方に行こうと思います。